皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。今回アナウンサーを務めます三重高校2年串谷圭介です。よろしくお願いします。まもなく三重高校では年に一度の水覧祭が始まります。水覧祭は去年から開催されており、体育祭や学園祭が1週間にわたって行われます。水覧祭に向けて校内では活気ある声であふれています。今から楽しみですね。それでは今回のラインナップです。若い世代の意見や発想を市政に反映するために活動してきた松阪若者クラブの報告会が行われました。飯鷹地域の小中学校を活用して作る地域開放型図書館が設置されました。松阪の豪商とゆかりのある日本橋老舗の主人たちを招くトークイベントが開かれました。広報松阪9月号の見どころをご紹介します。